いわき市は福島県浜通りの南部に位置する市。東北地方で2番目に人口の多い都市で、平ななの自治体でも2番目に人口の多い都市で、福島県内で最大の人口及び面積を持ち、中核市に指定されている。福島県浜通りの南部を占める市である。古代は、いわき国像や、道奥菊田国像の領土であり、平安時代の12世紀から、 関ヶ原の戦いまでは岩き市の本拠地として栄えていた。明治初期より本州最大かつ東京に最も近い炭鉱である常磐丹田の開発が始まり、隣接する日立鉱山とともに明治期の日本の近代化に欠かせない地域となった。鉄道の常磐線はこの地域で産出される鉱物資源を首都圏へ運ぶ重要路線として早期に付設され、 日本の主観産業として当時の人口増に寄与した。高度経済成長期に石油へのエネルギー革命が進み、石炭産業が急速に衰退していくと、新産業都市の指定を受けるべく14市町村の大合併を行った。環境問題としては、化学工場から排出されたカドミウムによる土壌汚染と地下水汚染の公害をサメ川中流域において経験した。 この新産業都市は工業整備特別地域ほどの成果を生むことはなかったが首都圏から近い位置の利を活かし仙台市に次ぐ東北2位の工業製造品出荷額の工業都市となった。また東北地方で最も集客力のあるリゾート施設スパリゾートハワイアンズを筆頭にアクアマリン福島、岩き湯本温泉など多彩な観光資源を持ちの市内。 観光交流人口は、東北2位の年間約810万人、観光都市への転換にも成功している。特に、観光会社であった常磐炭鉱が、会社存続をかけて1966年に開業させたスパリゾートハワイアンズは、2006年にフラガールとして映画になるなど、当時の顔であり、市役所としてもフラおじさんなど、ハワイ色を強く出した観光イメージ戦略を、 行っている。2011年3月11日に発生した東日本大震災では揺れと津波に襲われ、死者467名、建物の全壊7902棟といった大きな被害を受けた。また、同震災に伴い起きた福島第一原子力発電所事故による影響や風評被害を受けた。サイクリングロードを兼ねた防潮堤建設など復興や 将来の災害への備えも進められている。詳細は東日本大震災と福島第一原子力発電所事故を参照。福島県の東南に位置し、南は茨城県と接し、太平洋に面した6 0トルにわたる海岸線を有する。物流、工業港としては小名浜港があるほか、6カ所の漁港がある。 東日本大震災と福島第一原発事故の影響を受けた海水浴場は2019年夏時点で4カ所が再開されている。市の面積は広大だが、常磐自動車道から西側は阿武熊高地の山間部であり、残る東側も給料地が多く、市街地と市街地が給料によって分断されて連続性がないのが特徴である。 JR 常磐線ではトンネルと市街地が交互に現れる。そのため面積に対する過重地面積の割合は30%と県内の市の中では最も低い。平良県、岩前県を経て最終的に1876年に福島県に組み込まれたものの歴史的には陸前浜街道を介して茨城県とのつながりが深かったため、 方言や習慣は、同じ福島県よりも茨城県に近い。明治維新以後も、常磐線や常磐自動車道などの交通網が、茨城側から順に整備されたため、険しい阿武熊高地を越えた中通りよりも、茨城県との交流が緊密であった。しかし近年は、1995年に、万越自動車道が開通したことによって、中通りや藍津地方と結ばれたため、 交流が活発になってきている。岩木地方は、基幹産業であった常磐丹田と水産業の社用化が進み、早急な方向転換を迫られていた。そのため全国総合開発計画に基づく新産業都市の指定を常磐、郡山地域として受けるべく、県が主導となり、郡山市とともに大規模な市町村合併を行った。これにより、 平田村を挟んで漁師は、隣同士となり、7 0トル離れた漁師が、一地域として指定されることとなった。この合併により、平良市、岩木市、名古屋市、常磐市、内郷市の五市と、旧岩木郡の全域に、双葉郡の二町村を加えた計14自治体が一つとなり、1966年当時としては、日本一広い面積の岩木市が誕生した。 なお、本市は、長野県諏訪郡地の町、山口県阿武郡睦村、青森県睦市に次いで4例目のひらがななの自治体でもある。いわきの漢字表記は、いわき、いわき、いわきであるが、歴史で変遷がある。国造と律令成果の文明が、いわきで、本市を本拠地にした戦国大名の姓が、いわきで、徳川藩政時代と明治両政国が、いわきとなっている。 しかし、1966年10月1日に市町村が合併する際に、岩木市が合併する地域に含まれていたため、九州合併のイメージを嫌い、妥協点として、ひらがなの岩木市となった。なお、岩木を漢字で表記する場合、学校や施設、行政機関名は岩木を用いている例が多い。また、ひらがなの自治体では合併当時は珍しく、 合併以来長らく、ひらがななの自治体では人口が最多だったが、2001年5月1日に埼玉県の浦和市、大宮市、与野市の3市の合併により埼玉市が発足して、ひらがななの自治体では人口が最多の座を埼玉市に奪われたため、現在では2位になった。また、ひらがななの自治体で中核市以上は本市と埼玉市のみである。また、 福島市から遠方であることに配慮して、1979年4月に、本市に岩木自動車検査登録事務所が置かれ、岩木ナンバーが新設された。これは、初のひらがなナンバープレートであった。福島県内における岩木市の置、東北地方内では、年間日照時間が最も長く、1日の平均気温が最も高い。沿岸部のため冬は、 内陸部よりも冷えにくく、夏は内陸部よりも暑くなりにくく、年間の寒暖の差が小さい。また冬は日本海側から流れる雪雲が、越後山脈、大宇山脈、阿武熊高地に遮られるため、山間部を除いて雪はほとんど降らず、乾燥した海晴の日が多い。平均積雪量は東北地方の中では極端に少なく、数年に一度積もる程度。 東京や名古屋などとほぼ同じ値となっているため、東北地方にありながら、市民は雪に慣れていない。2010年に山田町にアメダス観測所が設置され、海風の影響を受けやすい、従来の小名浜特別地域気象観測所よりも、中心部の気象データが反映されるようになった。これにより、夏季において真夏日を記録する日が連続して観測されるようになった。 合併前の歴史については、各市町村記事を参照。警察消防財務省法務省厚生労働省、農林水産省国土交通省防衛省、自衛隊2016年10月1日現在。岩木駅前人口は、福島県内1位で、面積も、県内最大。市街地、人口集中地区は平、四つ倉、小名浜、名こそ、 常磐などの地区に分散しており、単体の市で多極分散型となっているが、市街地と商工業地区への集約、山間部の過疎が目立つ。地理的、歴史的背景から湯本形成を境にして大きく北半分と南半分に2分される。比較的大きな市街地は、行政、商業、陸上交通の中心で、城下町から発展し、 いわき市中心部の平と工業、海上交通の中心で港町から発展した小名浜、このほか常磐線駅周辺に市街地が形成されているが、いわきニュータウンをはじめとする大規模開発住宅地もある。主に東京圏への青年層の流出と生活環境に富むことを背景とする U ターン、I ターンがきっ抗しながらも、 1998年をピークに緩やかな人口減少傾向にある。平地区中心部周辺の空中写真。1975年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。平地区小名浜港と小名浜地区周辺の空中写真。 1975年撮影の13枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小名浜地区、名古屋地区、上磐地区、内郷地区、四倉地区、東野地区、小川地区、吉間地区、三和地区、旅途地区、川前地区、久野浜、大久地区、地区区分、掲載順は、岩き市内地域別データファイル2010に従う。 いわき市を中心市とする都市雇用圏は、いわき市及び隣接する双葉郡広野町の一市一町で構成される。人口は、いわき都市県一市一町の合計の人口2011年3月11日の東日本大震災では、当市も被災し、震度6弱を観測した。宮城沖から茨城沖の震源域の中間にあたる本市は、 震度4以上の揺れが3分10秒にわたって続き、これは東震災を観測した震度計の中で最大の長さであった。また、気象庁の推計震度分布図によると、四北東部で局地的に震度7相当の揺れがあったと見られている。翌月4月11日には、市内南西部の糸沢断層付近を震源とする内陸直下型地震である。 福島県浜通り地震が発生し、震度6弱を観測した。この地震により、糸沢断層と潮の平断層、また、市内中西部の湯の竹断層が、同時多発的に、数十キロにわたってそれぞれずれ動いた。湯の竹断層の過去の活動が14万年前の大昔であり、潮の平断層に至っては未知の断層であり、 東震災の歪みにより誘発されたものであると考えられる。これにより、市内の至るところで断層やじ割れ、亀裂が出現し、また土砂崩れも相次いだ。また、翌日には湯の竹断層付近を震源とした震度6弱の余震も発生した。この一連の地震活動と津波により、市内の前半解庫数は宮城県仙台市に次ぐ約4万戸に上り、 死者は津波や土砂崩れによるものを中心に400名以上に及んだ。また、蒸気に含め大熊町で発生した福島第一原子力発電所事故によって、市北部が屋内帯低域に指定されるなどの影響もあり、1年半後に市が無作為に抽出したアンケートによると、回答者のほぼ半数が等震災と、原発事故により一時的に市外へ避難したと答えた。 このため市ではおよそ15万人が避難したと推測している。3ヶ月ほどでほとんどの市民が戻ったが、半年間で約7000人の人口が転出した。福島第一原子力発電所の事故では、歴史的、経済的につながりの強かった双葉郡の住民を中心に約2万4000人が避難しており、岩き市を転出した住民の減少分を上回っているため、 結果的に人口が増加している。いわき市に臨時の役場機能を置いているのは奈良波町と富岡町と大熊町である。また2013年現在、埼玉県にある双葉町役場も再移転先を投資に決定し、2013年6月に移転予定である。この4町は住民避難先サイトがいわき市であり、 浪江町も2000人以上の避難者がいるので出張所を置いている。広野町も臨時役場を置いていたが、緊急時避難準備区域の解除に伴い、2012年3月に帰還した。しかし2013年5月時点で住民の9割が岩木市に居住する。岩木市は被災者用として解体予定だった雇用促進住宅630戸を急遽開放したり、 市営・県営住宅を活用したりするなどして、市民に対する仮設住宅の建設は200個程度であった。しかし、双葉郡の避難者向けの仮設住宅が、市内各地に3300個以上建設された。賃貸物件も、被災したい脇市民と双葉郡民によって、多くが借り上げられているほか、東京電力3施設に関わる社員や、除染作業の本格化による、 除染作業員や復旧作業員の居住地にもなっているために需要が逼迫しており、2013年4月現在でも市内への転勤者、進学者が入居物件を見つけられない事例もある。賃貸物件の入居待ち予約者が100人以上という賃貸仲介会社もあり、深刻な状況であった。広野町、奈良波町と居住可能範囲が広がり、 東京電力関連社員や、除染作業員、復旧作業員の居住地も、北部へ移ってきているが、現在地の避難先から故郷に近く気候の2体、脇市へ移りたいという希望は続いている。また、住宅地の地価も上昇している。2013年1月1日時点での地価工事地価は、泉萌木台が10.7%、 中央台が10.6%上昇し、住宅地上昇率で全国6位と8位に入るなど、市内の住宅地の平均変動率が16年ぶりに前年比プラスになった。これも、いわき市内の通常の需要と被災者の需要に加え、双葉郡内の被災者が帰郷を断念し市内の宅地を購入しているためと考えられる。この動きは続いており、 2014年1月1日時点での地下工事価格は、中央台が11.6%、草木台が11.3%、泉萌木台が11.2%上昇し、住宅地上昇率で全国2位と5位と並位であった。さらに二千十五年一月一日時点での地下工事価格に至っては、泉萌木台がセント、草木台がセント。 中央大と泉が丘で13.3%上昇など、住宅地上昇率全国上移住地点すべてを岩城市が占めた。このように、市内の住宅地価が震災前に比べて平均で15%、人気地点で30から40%上がる土地バブルに加え、資材の高騰、建築業者不足もあり、住宅購入が大幅に割高になっており、 深刻な問題になっている。岩木市も土地転用を積極的に進めているが、解決には至っていない。高度経済成長期が到来する前は、常磐炭鉱など常磐炭田の石炭産業を中心に、小名浜港の漁業、林業、農業といった第一次産業で発展した。常磐炭鉱閉山後、大規模合併を機に工業化を図る。 湯本地区の温泉やリゾート施設、海岸部の灯台、水族館あるいは海水浴、サーフィンを中心とした観光、私立美術館、なこその席をはじめとする、文京面での観光資源なども存在する。岩き市に、工場、拠点を置く、主な企業銀行政策金融機関、共同組織金融機関農協周配郵便局、普通郵便局間郵便局き記載以外の、 郵便区には、簡易郵便局の設置なし。小名浜港国内海外1998年の36万1934人をピークに減少傾向にある。公立高等学校このほか、2015年時点、福島県立双葉高等学校、福島県立双葉消費高等学校、 福島県立富岡高等学校が医療創生大学に校舎を曲がりしている。私立高等学校、私立中学校、私立中学校、各学校の詳細はこちらこのほか2015年時点、富岡町から福島県立富岡支援学校が仮設校舎を設置して移転している。岩木大楽林場岩木芸術文化、交流館有吉岩木私立美術館浜通りに沿った。 南北方向に幹線道路と鉄道が通っており、東京から約 200km、仙台から約 150km に位置する。常磐道では、岩き中央 IC から東京方面の三里 IC まで 175.5km、仙台方面の渡りインターチェンジまで 124.9km で、ある。常磐線では営業キロで、岩き駅から、 東京駅まで 215.2km、仙台駅まで 151.3km である。同線は四つくら駅以南で複線化されている一方、同駅以北は一部を除き複線化されていない。2015年の上野東京ライン開業により、東京駅より乗り換え不要でアクセスできるようになった。また、中通りとの間に道路では国道十九号と万越自動車道、 鉄道では、万越東線が通っており、郡山から約7 0キロメートルに位置する。福島市の福島県庁からは、約1 2 0キロメートル。福島空港からは、約1時間。現在、市内と空港を結ぶアクセスバスや、リムジンバスの設定はない。岩木駅、岩木駅を中心に南北、西方向に路線が存在する。旅客輸送については、 東日本旅客鉄道が担い、私鉄は存在しない。以前は、福島臨海鉄道が、臨時に、旅客取扱いを行ったが、現在は、貨物取扱いのみになり行っていない。各線の詳細は、それぞれの路線の項目を参照。東日本旅客鉄道福島臨海鉄道上磐自動車道及び上磐バイパスが、南北に貫き、 分散する市街地を相互に連絡している。また、万越自動車道や国道49号線も主要な道路網の一つである。2021年には現在工事中の岩木小名浜 IC と小名浜港を結ぶ小名浜道路が開通予定である。高速道路一般国道15丁目交差点。上下に走っているのが旧国道6号。 主要地方道々の駅一般路線バス都市間、高速バス観光都市として脱皮することにも成功。岩き市は東北地方でありながら一年中、比較的に温暖な気候を生かし、日本のハワイとして観光イメージアップを図り、東北地方で最も集客力のあるリゾート施設スパリゾートハーイアンズで成功を収める。その他にアクアマリン福島、 いわき湯本温泉など多彩な観光資源を持っており、2013年度の市内観光交流人口は、県内第一位の年間約788万人で、ある。平地区、小名浜地区、名古屋地区、上湾地区、内郷地区、四倉地区、東野地区、小川地区、吉間地区、三和地区、旅途地区、川前地区、久の浜、大久地区、平田七夕祭り文学、作品映画テレビ番組アニメ、 楽曲野球サッカー野球、サッカー以外、アイドル声優、俳優、モデルミュージシャン芸人行政観光。ありがとうございます。